ミラノ・リナーテ空港は、イタリア共和国ミラノにある国際空港。ミラノ出身の発明家で、航空技術のパイオニアであるエンリコ・フォルラニーニの功績を称え、エンリコ・フォルラニーニ空港という別称が付けられている。リナーテ空港は、ミラノ市の東、ペスキエーラボ・ロメオに位置しており、ミラノ・マルペンサ空港に次ぐ、第二の規模のミラノの国際空港である。 かつてはボーイング707やボーイング767などの大型機による中東などへのビニや貨物便も運行されていたが滑走路が短く空港そのものの規模が小さいため現在はワイドボディ機による中長距離国際線はミラノマルペンサ空港に移管されボーイング737やエアバス A320 などによる主にイタリア国内線や 周辺ヨーロッパ諸国への短距離国際線とビジネスジェットの乗り入れが中心となっている。市内中心部から遠いマルペンサ空港に対して中心部との距離が近く、ミラノ市中心から地下鉄が乗り入れているほか、マルペンサ空港とは高速バスと路線バスで結ばれている。ミラノ交通局 ATM の路線バス73系統、あるいは X73 系統が 大ウ広場東のサンバビラ広場と空港との間を約45分で結んでいる。地下鉄駅、バス停の脇にある、券売機で、市内交通共通系を購入し、バス内の機械で読み取らせ有効化してから用いる。いずれの方向も、発車時間で5時35分 -24、35、10から20分間隔で運行している。サンバビラ広場では、ミラの地下鉄、 M1 のほか、路線バス54,60,61,94系統などに乗り継げる。ありがとうございます。